麻薬入ってしてる？ハートの錠剤みたいなやつか。そう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 。まだ指紋残すなよ。すいません、素です。タケロ、俺も素手だ。ブロッコリー王国から来ました。ブロッコリー王国から来たのかお前。新人も増えちまったな。兄貴もう大先輩よ。俺も大先輩かよ俺。レース免許持ってるよな。まだ免許持ってないけどね。あ、免許、じゃあ一旦持ってみるか。あれ？お、兄貴じゃん。おお。起きた。今日なんか警察全然いねえな。今日いないよ。今でも麻薬カルテル追ってる。麻薬カルテルって何？麻薬入ってしてる？いや知らねえ。ああれか。なんかあのハートの錠剤みたいなやつか。そう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 。あれがクラフトで作れるようになってんだよね。ああそうなのか。そう、それで今ね、もう一個のクラフト場を探してる。どこかで作れる場所があるって。そう、どっかで作れる場所があるらしいんだけど、それが全然見つかんないっていう。ずっと探してるけど。え、1個目どこなんだ。ちょっとついてきて。こっちだ。おう、ここか。まあここ誰も使ってないからね。よいしょ。このおお、白くなってない？あ、なってる。もやもやでとるわ。一回見てみ。おお、なんかおお、エースハイカラビティバタフライ。そうなんだよ。この麻薬ブロック用ハンマーを探して、本当だ、カラミティブロックを今探そうとしてんだよね。この素材とハンマーを探してんのか。どこで取れるか。そう、多分街のどっかにあるんだよね。マジ今手当たり次第に当たりまくってるの。建物、そう、豆だねお前。たまには休めよお前。ありがとうな兄貴。警察の人8182来れます。いいぞ。闇メーカーの資格じゃね。キャップ、とんでもないの見つけました。マジすぐ行くわ。いや俺も来たよ、2月前で。これオフィス入ってください。オフィス、これ見てなんか思いつきません？花の場所だな。そうなんですよ、花の場所なんですよ。で、これ右見てください。この右ピンクで紫があるんですよ。ここ入ってください。ここお、はあ、お前よく見つけたな。よく見つけたと思ったこれ。ついさっきの今じゃねえか。これもしかしたらなんだけど。薬ですかこれ。これ多分写真花なんすよね全部。あ、本当だ。あ、ちょっと待って、おい、ジャーニーあるぞ。あ、本当だ。なんだジャーニーって。このジャーニー車、ね、車。簡単に説明すると、うん、今俺たちが追ってる薬があって、うん、この車の中で作られてる薬があるかもしれないっていう話になってて、うん、おー、俺たち消されねえかこれ。これ多分消されるかもしれない。知っちゃいましたね。気づいちまったな。お前死んだな。お前死んだ。俺だけですか。あ、俺ら大丈夫。かわいそうに。なんでですか、守ってくださいよ。で、めちゃくちゃ面白いことに、怖メル鳴らせます。うわ、怖っ。いるっす、誰か。ちょっとここなんか多分閉鎖される前にこれ全部写真撮っときましょうかこれ。お前ら指紋残すなよ。はい、すいません、素です。素です。だけど俺も素手だ。はじめましてですよね。あと俺は銀河一兄貴。お前は銀河一兄貴。ああそうだ、うん、ブロッコリー斉藤ってのかい。ブロッコリー斉藤です。なんでブロッコリーなんだい。ブロッコリー王国から来ました。ブロッコリー王国から来たのかお前。はい、でもブロッコリー王国も滅んじゃってるんで。滅んだんだ。もう、はい、ごめんごめん、なんか聞いて。いやいや、もう結構経ったんで大丈夫。闇メーカーの8日ぐらい。何も知らねえから俺、すまねえな。闇メーカーの時みんな前を向いて、をみんなで実は操作したい。最高のために頑張ってるので。だから他の人間も入れたのは覚えてんだけど。お前の目的はブロッコリー王国の再建なのか。なんつうんだろう。そうなんです。ね、その時にあれ。志が高えな。ありがとうございます。いいじゃねえか。ちょうど今現着したんだけど、この辺のどっかかな。あ、でも本当にこの辺だわ。見つけました。どこ？ヘリじゃないと来れないです、ここ。ナイスだ。テランさんとナデシコ、新しい花見つけました。どこですか？東側です。ちょっと教えてください。今行きます。乗って。ナイスだ。よし。どこだ？うん、なんとなく。あの見に行ったら、ここは怪しくないと思って見に行ったら、そこだった。あの離れ小島。そうそうそう。これ。いや、キャップナイスすぎ。やる。刑事の勘ってやつかい。まあね、たまにしか発動しない。眠ってない方の心って言われるけど。眠ってない方の心。あ、本当だこれ。ね、あるっしょ。あ、あったあった。あ、対話あるわ。エースフラワー。これドンピシャっすよ。ギャングも来てないんで、キングもまだ知らない情報じゃないですかこれ。
わかんない、どうなんだろう。エースフラワーね、初めて見る花だな。バタフライとカラミティがあるってことなんだよな、どっかに。そう、あと2つどっかに眠ってる、うん、あ、こんな感じでってことか。そう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 、うん、そうなんすよ。なるほどな、初めて見るこれ。そうです、そうです。多分ここギャングも知らないです。人は見た目によらないって言うだろ。これであれ作るのか、さっきの錠剤みたいな。いや、もしかしたら、まだ確証はないんだけど、もしかしたらこいつで作れるかもしんないっていう。なるほどな。だから警察がギャングよりもいち早く見つけたって感じかな、これを。巻きたい、はい、おはよう。あ、おはよう。はじめましてだと思います。俺は銀河一兄貴。あんたは？俺は庄司兄貴。うん、兄貴。俺はレイセンなでしこ。よろしくな、なでしこ。はい、よろしくお願いします。そうか、新人も増えちまったな。兄貴もう大先輩よ。俺も大先輩かよ、俺。今結構増えてるからね。爆睡だぞ、俺。今これ押収対象じゃねえのか、これ。押収対象じゃない。そうなんです。だからこれは、うん、死に進言するしかないかもね。そうだな、うんうんうん、すごいな。地道に探せば見つかるもんなんだな。やるな、庄司。え、待って、行かないで。どういうこと？ちょっとヘリ取られた。誰に取られたんですか？知らないやつ取られた。銃セットか。やばいっすね、それ。だから情報取られたかもしれないっす。まずい、薬中入ってる。じゃあ行きますね。ここ取られました。今、本省でいて取られたヘリ。お前本所で大胆だな、そいつ。あの、普通にヘリの移動しようとして、トランクに入れとってエースが取られた今。これちょっとまずいっす、これ。いや、警察ヘリを探すんだ。警察署にわざわざ入ってきてヘリ盗んだってことだろ。狙ってたんかね。そんなことしてくる人ってなかなかいないっすよね。署の前に置いてたら、それもごめん、鍵閉めてなかった、取られた。出来心なのか、何か感づいたのか、気になるな。誰にも見られてなかった。普通にいつものノリで盗んでるだけな気がするけど。いつものノリ。神は見てきそう。やりそうなのが町をしか思いつかねえ。いやー、ほんと申し訳ない。どんまい。どんまい、どんまい。いやー、まさかのタイミングだねえ。まあ、多分一人でやらせたのがよくねえな、そういうの。重要な情報だったらなおさら全員で丁寧にやるべき。ヘリコプター止まってる。黒のヘリコプター、これじゃないか。DTWH 調べてみてください。兼用、じゃ兼用じゃない？積んだの兼用の可能性高い。やりかねんな、あいつ。これ多分上空張られてた説ありますね、これ。で言うと、もともともう鼻の場所はもう割れちまったってことだ、どっちにしろ。多分だけど、兼用は場所知ってたっぽい。だったらおちょくられてるだけだろ。結局俺らまた鼻集め直すしかないんじゃないか。事故か？事故？あ、事故っぽい。キャプ、お前このタイミングクソピリつくからやめろ。事故で死ぬの。何やってんだ、キャップ。ごめん。でも結果どうしようもねえだろ。キャップ大丈夫ですよ、本当に。でも結局だし、多分経緯を知ってますね。何せよ、俺たちがつけられてそれがバレたんだから、俺ら全員の責任だろ。ありがとうございます。申し訳ない。気にするな。全員の責任だ。まあへこむよな。ああいうミスっぽいことやっちまうと。でも結果的に論点は、俺たち全員がつけられて、あの花の位置が、まあ、バレちまったんだったら俺の責任だな。もともと花の位置が知ってるようなやつが、セリ奪ってな。花を数本持ってかれたって、多分世界的情勢はそんな変わんねえ。まあ落ち込みしたねえんだけどな。まあ、俺ら全員がつけられて、あの花の場所にたどり着かれちゃったんだったら、悔しいが、やられたなって感じ。まあ、あの花の場所はこっちも分かったからな。また誰もいないところで、検証用の花を回収すればいいだけなし。あの、取り返しました。おお、マジか。取り返した、マジ？返却で出てきました。あ、じゃあ乗り捨てられたってことか。そうですね、でもムカつくんで殺します。え、ちなみに中身どうなってる？いや、ちゃんとあります。ああ、あのか、よかったよかった。じゃあマジでおふざけで誰か取ったんだな。まあ、ってことは花のことも花の位置も割れてないかもしんねえな。歩数変わってない、大丈夫っぽい。ありがとう。おお、よかったな。あぶねえ。よかったですね。あれなんだ、チェイスごっこか。
あ、そう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 。やっぱあそこできるんだ。はい、こんにちは。はい、どうしました？こんにちは。あれ？お兄さんたち、今、何してたの？このレースを。レース。あ、レースか。俺は銀河一、はい、兄貴ってもんだよ。よろしくな。おはよう。こんにちは。いや、そう、すごいスピード出してたもんだったから、もしかして、チェイスごっことかだったら危ないからやめてって言おうと思ったんで。もしかして、レースなるほどな。いや、レースはいいぞ。いいですよ。だって、レース免許持ってるよな。まだ免許持ってないけどね。免許、じゃあ、一旦追ってみるか。うん、追ってみよう。ちょっと追ってみるか。でも、どう止めんだよ、俺、これ。あちょっとさ、俺が車の時に言ってよ。よし、今回は見逃してやる。なんでやで、今回は俺は見逃してやろう。追いかけてみろ、追いかけてみろ、ほら。追いかけてみるか、じゃあ。こういうレースがあるから、ちょっと、兄貴もやってみた方がいい。はい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 。俺、ランキング3位だよ。ランキング3位、すごいな。いや、はえあう、ヘリで追うの大変なんだけど。でも車でもあれ追えるかわからんな。あ、いや。あー兄貴。兄貴。ちょっと、兄貴。今回は見逃してる。なんでお前。もうするんじゃねえぞ。どこにぶつかったんだよ。必死だったんだよ、お前追うのに。電柱にバチンだ。100キロ出るぞ。200キロ。あ、そうか。あー、すまねえな、キャップ。あー、キャップ、普通に事故った。俺が殺したの？俺は、トライ用によっては。今ちょっと、何があったんだ？いや、ピリピリしてっから、キャップ。ちょっと、兄貴は今日優しくしてくれたから、そいつを殺したってことか。ちょっと、キャップ大丈夫ね。大丈夫。俺は大丈夫なんで、キャップ。バットだ、バットだ、バットだ。バットか、まだ。余計な無線いるんだ、キャップ。お前じゃないのか、じゃあ。俺じゃないの。全然安全。全然安全だ。何があったの、キャップ。え？コケにされたんだよな。警察の俺のヘリを盗んだクソボカ野郎がいて、そいつ今から殺しに行こうと思ってんだよ。あ、ブランカさん、お願いします、これ直すよ。あ、すまね、よろしく頼むぜ。兄貴、ヘリ回収しとくね。あ、ありがとうよ。兄貴、今日ありがとうね、ほんと。ああ、こちらこそ。感謝だよ、マジで。お互い頑張ろうぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。コメントも待ってます。